ねえ、はい、いや本当に盛り上がること間違いなし、本当に今日みたいなねお天気だったらまた最高です ね、 ね、最高ですね、天気に恵まれて、もう絶対晴れてもらいたいですね、まあ、もし仮に雨が降っても、うん、あのその、雨天でも結構できる状況はあります、ちゃんと野外でも、はい、ありますので、リスクケアがすごい、はい、ねえすごいすごい、でもまずはもうこの今日のような天気になってほしいなと本当に思ってます、ね、もうそれがもう一番ですからね、はい、はい、さあ皆さんも楽しみにしてください、もちろん宜野湾市の方々もそうですし、もうそれ以外の、ね、はい、方々も、はい、お友達とかの皆さんね、はい、お誘い合わせの上お越しくださいませ。5月26日土曜日です、はい、天満山神宮寺にて開催されますアジルでございます、はい、というわけでございまして、今日、ゲストお越しいただきましたのはカチンバのシュウさんでございました、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは一曲ね、はい、ご紹介いただきましょうかね、はい、この曲はどんな曲なんですか、そうですね、今回紹介したい本当にたくさんの、素晴らしいアーティストをみんな紹介したいんですが、はい、今日はまた、台湾の方から、うん、台湾でグラミー賞も輝いた、スミンという方の、あの原住民族の、もともとアトランタオリンピックのテーマソングに使われた、飲酒の歌ファンライン長空という曲がございまして、はい、そちらをあの彼のアレンジでやってる楽曲があるんですけれども、うん、このその当時 の、 あの台湾の原住民族の気持ち、フィーリング、美しいメロディーとリズムが感じきれる素敵な楽曲となっておりますので、はい、聞いてみてください、スミンからでファンライン直です。じゃあこのミルベッソには遊びに行ったことあるの？金土の営業。あ、その他は閉まってて、はい、あ、なるほどなるほど。じゃあよかった、遊びに行こう。はい、お店の方ではテキーラなどもよ。出たテキーラ。よく飛ぶ。たっぷり。たっぷりね。ラム酒とテキーラと。やった。お酒好きですね。やった。たまらんね、ひーちゃんに。たまらん、町ミルベッサ遊びに行こう、マジで。やった、ありがとうございます。こちら最後まで流してからいきますね。ちょっと待ってください。写真撮っときたい。あ、もうお願いしたいです。あ、そうか、そうですね。3人で写真撮ってはいいですね。お願いします。じゃあお願いしましょう。もし大丈夫でしたらポスターの方もじゃあお願いします。一緒にます。大変。FM ギノアの方に。ありがとうございます。はい、置いときますね。ちょっと一緒に。あ、これ持ってからじゃあ。ね、これ持ってから撮ろう。これでもお願いしていい。はい。立って真ん中に。まだいいですか。はい。お願いします。あ、ありがとうございます。どうだ、いや、こっちからだから大丈夫じゃない。ありがとうございます。あのゆきさんにもすごいいろいろお世話になります。ああ、そうなんですね。はい、あの改めまして、このお店の方にも招待させてください。あ、もうまた行かせていただきます。名刺にでご連絡したら。あ、はいはいはい。こちらの方にしていただければ、ぜひ。ありがとうございます。すいません、今日はもうありがとうございます。すいません、ちょっとバタバタ。近日にまたあのご連絡をもらって、ぜひぜひ。あのこのお店の方でも一緒に。あ、はい、そうですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。お忙しいところも。いえいえ、こちらこそお越しいただきまして。ありがとうございます。もう少々で。CD はじゃああれですか、ね、はい、来週。あ、そのまま私。あ、いいんですか。あ、大丈夫です。もう、あれです。もう お返しできますけど。あ、大丈夫ですか。あ、じゃあ一旦回収して。大丈夫です。大丈夫です。
水星像のイベントにも見ました。あえてやりました。あ、私はあれを見て、あの時に見ました。楽しかった。盛り上がってましたね、だいぶ。あの時はもうアコースティックの、あのね、あ、そんな感じだった。この日はあの大人数で私も最後だけ出ますね。はいはいはい。何人いらっしゃる？ですね、フルメンバーだと FM ギノワンでは毎日面白い番組を放送中。このコーナーでは FM ギノワンでは毎日面白い番組を放送中。このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼント、そしてイベント情報などをご紹介いたします。さあ、本日ご紹介するのはまずこちら、西原町からのお知らせです。西原町から沖縄の未来を考えるという、こちらイベントでございます。地域が抱える課題をさまざまな角度からみんなで議論し、日常生活での不便なことや不満なこと、ご要望などを頂戴し、西原町の未来、沖縄の未来を皆さんと作っていきたいと考えておるということでございます。こちら日時が5月19日土曜日、会場が13時30分、開会が14時となります。場所が西原町商工会2階ホールにて、行われます。はい、詳しいお問い合わせ先は090-9786-2010、 090-9786-2010 までどうぞ。さ、そして続いてこちら、いよいよ明日に迫ってまいりました、ソニードギター合奏団第11回定期演奏会のお知らせです。はい、県内でアマチュアのクラシックギター合奏団として唯一本格的な活動をしているこちらのソニードギター合奏団でございます。はい、毎週火曜日にですね、皆さん集まられて、技術向上に取り組んでおられます。その定期演奏会、第11回の定期演奏会がいよいよ明日木曜日、17日木曜日の那覇パレット市民劇場にて行われます。会場が午後5時45分、開演が午後6時30分からとなっております。それぞれ入場は無料でございます。チャイルドサポートチャリティー募金箱を設置しておりますので、こちらのご協力を皆様どうぞよろしくお願いいたします。主な演奏曲は、まあ、有名なところで言うとカノンもありますし、うん、このねソニードギター合奏団の皆さんは平均年齢ね50代から70代の方が、ねいらっしゃるんですけども、演奏曲で AKB48、365日の紙飛行機なんていうのもね演奏されるということで、ですからね、
あのギター歴、50年ぐらいね方々の定期演奏会を入場無料で聴けるということでございますので、ぜひ皆さんお越しくださいませ。お問い合わせは事務局まで。お電話番号 090-3797-6287 090-3797-6287 までお願いいたします。そして、こちらもう一つ、はい、いただいてますね。ほう、歌宿る森の音楽会と題しまして、ジュジュモさんの、ライブがあるということでございます。はい、こちらジュジュモさんとは土と風の匂いと記憶の綾をまとった音楽を奏でるアーティストで、そのジュジュモさんがゲストプレイヤーとともに送る年に一度のスペシャルコンサートが再び行われるということでございます。こちら5月27日日曜日、桜坂劇場ホール A にて行われます。会場が14時30分、開演が15時からです。チケットはこちら、チケットピア、そしてローソン E プラスからご購入できますので、ぜひですね、こちらご覧いただきたいと思います。ジュジュモさんのですね、ホームページもございます。ホームページアドレスは www.jujumo.net、www.jujumo.net で、こちらで検索していただくとより分かりやすいかなと思います。こちらジュジュモさんはなんと、来週の月曜日のサザンブリーズのゲストでお越しになっていただくということで、またその時にたっぷりお話ね伺いたいなと思います。以上 FM ギノアンニュースでした。サザンブリーズ水曜日、お送りしておりますよ。さあ先ほどまでねいらっしゃいました、カチンバのシュウさんでございましたけども、シュウさんか、ね、面白そうですねイベントがね。絶対行くわ私これマジ私のためにやってくれたのかなと思ったぐらい。本当にね、なんかもう盛りだくさんって感じだよね。内容自体がもう、東さん行く26日でしょ。はい、26日ね、俺ね、なんかあるの、ちょっと待ってね、リアルにね、なんかあったような気がする何かは覚えてないけど、なんかあった感じ。確かね、確か本当になんかあったような気がするんで、ちょっとね、ちょっと待ってくださいちょっと返事は待ってはい、で、じゃあですね、ツイキャスで、はい、はい、メッセージいただいてますので、ちょっとひいちゃん読んでもらっていいですか。いいですか、じゃあこちらで大塚健二さん、はい、どうぞ。ありがとうございます、いつもメッセージ。ひーちゃんさん、お、はい、4月から名護に引っ越されたお友達は元気ですか言ってたね、そんなことよく覚えてますね、健二さん。できれば東さんと飲み会セッティングしてください。おい彼は5月20日に模擬ウェディングに参加して9月に挙式予約しないといけないんです。よろしくお願いいたします。そうなんですかそんなことないですか急ですね急すぎるわ。本当だ、言ってたじゃん言ってた、5月20日受けるそれは早すぎるなんで20日なんだろう。まあ、そうそう言ってた、友達今元気に頑張ってます。頑張ってますそうですね、飲み会しなきゃ東さんね。本当だよ、してって言ってんのに。でも実はね、そんなね飲み会がね、すごい飲み会があるんだよ。え、いつ？知らないでしょ。はい、これね、皆さんご紹介しましょう。 FM 小座 FM 機能案合同企画サマーフェスティバルのお知らせです。え、 FM 小座 FM 機能案で合同企画サマーフェスティバルを開催いたします。どんな内容かというと、うん、パーソナリティ、リスナーさん、うん、みんな集まって飲んで食べて話してみんなで楽しみましょうというまあ飲み会か、ざっくりした飲み会でございます。はい、いつ？こちらね、7月の28日です。 28? はい、マジ？うん、
え、待って知らなかったい、うん、今別にスケジュール確認しなくていい後で確認してください、はい、1月28日あります。土曜日にこちら FM ギノワンのスタジオの上にありますビアガーデン B サイドにて行われる、飲み会イベントでございます。こちらね、時間が夕方6時から受付開始で7時スタートで夜10時までの3時間たっぷりとやります。会費は大人1人、2500円かなと。そして、こちら、中学生、高校生が、1000円かなというふうになっております。で、当日ね、もちろんね、こんな、FM 技能案のね、 FM 技能案 FM 講座で合同にやるんですから、うん、ただの飲み会じゃございませんよ。当日の7月28日ね、7時から10時までは FM 技能案 FM 講座でなんと両局でそのサマーフェスティバルの特別番組を放送いたします。へー、もう飲みながら放送しちゃうという楽しそうことをねやっちゃうということでございます。で、会場からの生放送でお届けするということです。たくさんの方の皆さんご参加お願いします。で、県外の皆さんもこの機会にぜひ沖縄遊びに来てくださいよ。たくさんね、いらっしゃると思いますのでよろしくお願いいたします。参加可能な方は FM 講座 FM 技能案にお問い合わせをお願いいたします。申し込み方法はね、電話または来局、局に来ていただいてからのお申し込みとなりますのでよろしくお願いいたします。FM 小座のお電話番号は 098-934-8653 098-934-8653 で、 で FM 技能案は 098-943-0094、こちら 098-943-0094 までお願いいたします。はい、たくさんの方ご参加お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ただ残念ながら恐れ入りますが当日駐車場に限りがありますので、交通機関のご利用お願いいたしますということでございます。いいでしょう。いい、絶対。今さちょっとスケジュールパパってやったなんか結婚式って自分の知らないよ。なんじゃ乗ってたけどさ、それ昼だろ夜だろって今超気になってた夜だろ被ってるじゃん結婚式だから昼じゃないの昼にしてもらおうね。でも昼にしても二次会行くでしょ。行かない、これ行く。あ、これにみんなついていけばいいんだいや、お前いいけど友達ここで二次会するわけなんかもうむちゃくちゃなのよ、それは、ね、楽しそう。こんなことをやるんですね。そうなんですよ、ありますね。放送もやるから絶対いいですね。そう、ぜひぜひね、もう皆さん参加してください。うん、はい、どうぞ。何エコさん、うん、自分も出るよ。何に、うん、何に、あ、この歌かな、あの番組かな、番組 に出るってことかな。あ、そうなんですね、うん、そういうことか。あ、もう皆さんね、いただいてますね。はいはいはい。アマスオさんもね、はい、ありがとうございます。メッセージいただきまして、はい、サンマフェスティバル、いや、サマーフェスティバルそれも面白いけどね。サンマ私好きだからそれでもいいな大塚健二さんが東さん上手、フリーに使われただからよ、だろだからよ、だろっつってさあ、それではですね、時間迫ってきてますけども、いきますか。はい、ひーちゃんのコーナー行っていいですか。行きましょうか。はい、はい、続いてはこちらのコーナーです。どうぞ、タイトルコールから。はい、ひーちゃんのあわもりプレゼンコーナー。よいしょ、イエイエイ。さあ行きましょうか。さあ、はい、今日は何を、はい、じゃあ森をご紹介しますね。行きましょう。はい、じゃじゃん、見える。お、またちっちゃいの。そう、最近ちっちゃいちっちゃいのハマってるねあのね、これはショーブラックです。ツイセンさんのショーブラック。ショーブラック、なんでおすすめかというと、うん、私今このね、民謡酒場歌姫っていうね、はいはいはい、国際通りのあるお店で働いてるんですけれども、うん、そこのね、あのハウスボトルっていうんですか、うん、まあ、普通に飲み放題のやつがこれなんですよ。え、でめっちゃ豪華なんですか、古酒なんですよ一応これ。あ、そうなの。で、あのね、ショーブラック、それまでそんなに私そこまで飲んだことなかったんですけど、うん、毎日のように私ショーブラックを今飲んでるんですねこれね、まろやかですごい飲みやすいんですよ。へー。で、結構観光客のお客様とか多いんですけど、まあこうね、これをこう
か飲むとやっぱめっちゃみんな、え、あ、え、なんか青森ってこんな甘いんだとかよく言われます。へえ、これ飲みやすいかも。だから東さん、あんまり見たことないかも。そう、ショーブラック、あのね、3年古酒かな、ショーブラックは。そうだから私結構毎日これ飲んでますね。そうなんです、これおすすめ。そう、へー、面白い。なので皆さん歌姫に遊びに来たらいっぱい飲めますよ。ね、そうなんです、随泉さんのね、古酒、ね、このコーナーね、あの青森紹介してもらってるんですけど、ね、先週ちょっと喋ってたんですけどね、ひーちゃんね、この時間のこのコーナービーチで放送したらね、誰かのとこに行って乾杯しに行ったらいいんじゃないかって話だからさ、そうしたいよね。先週なんてもう放送終了後すぐにチューハイ買ってましたからね。隣の売店で我慢できなかったね、本当にすごい。やっぱ気持ち、海に来たらやっぱなんか、うん、そうね、中なんか、まあでも青森っていうかね、やっぱこうチューハイ飲みたくなっちゃうね。はははなんかもうカンカンで、ちょっとね、ちょっと来週ちょっとそんなも考えてみましょうか。はい、やりたいです。やりましょうよ。はい、以上ひーちゃんの青森プレゼンコーナーでした。はい、ありがとうございます。では続いて天気、道路、交通情報いきましょうか。さあ、それではこの時間のですね、宜野湾市周辺の天気と道路交通情報をお伝えしたいと思います。じゃあどうぞ。はい、本日16日ですね、うん、南の風晴れ、波1メートル、うん、降水確率は 0%、まあ、0% ってなんか初めて見た私、まあ、こっから降らないだろうね。ですよね。はい、はい、で明日17日ですね、はい、南の風晴れ、昼過ぎから夕方曇り、波1メートルでございます。はい、はい、明日の降水確率は 10% となっております。あ、じゃあ明日ももう晴れてしょうがない、ね、しょうがないですね。ね、今日ね、トロピカルビーチに遊びに来られてる皆さん、明日も晴れますよ。イエイ。明日も来てくださいね。明日も晴れます。ぜひぜひ。ほー、最低気温25度、うん、日中の最高気温32度。暑い、やばい、もう夏だ、すごい、最低25度か、やっぱ暑い。あ、イエーイ。明日も遊びに来てくださいね。お願いします。さあ、それでは続いて道路交通情報いきましょう。はい、さあ、沖縄自動車道からですね。さあ、現在の自動車道は、はい、こちら沖縄道下り、はい、高知、バス停付近に故障車止まっております。沖縄道下り、高知バスストップあたりに故障車止まっておりますので、前方に注意して運転の方お願いいたします。はい、さあ、続いて一般道でございますね。さあ、こちらどうぞ。はい、一般道ですね。はい、はい、大蛇名から前原方面混雑しております。混んでますね、今日結構。はい、茶炭からね、茶炭から漬け南方面もだいぶ、あ、漬け南から茶炭方面か、結構混んでますね。うん、ほうほうほう。はい、で、金子前原方面もやや混雑しておりますね。はい。ですね、はい、気をつけて運転なさってください。はい、でトロピカルビーチでね、遊ばれてる皆さん、今の時間で言うと、ここから那覇向けは ね、うん、そうですね、若干混んでますかね。牧港あたりが、浦添からね、グスクマまでが混んでますね。混んでますね。はい、まあ、もう今のね、あれだったら、もしかしたらあの西海岸道路ね、そっち通っていただいたら非常にスムーズに行けるかなと思いますので。そうですね、現在ね、帰宅時間ですから、この辺り混みますので、ぜひご利用くださいませ。以上、道路交通情報でした。さあ、サザンブリーズ水曜日お送りしてまいりました。ありがとうございます皆さん。トロピカルビーチでね、遊ばれて皆さん、この後、18時までの遊泳時間となっておりますので、はい、もうね、名残惜しいんですけども、うん、そろそろね、ちょっと上がる準備していただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。またね、遊びに来てくださいね皆さん、よろしくお願いいたします。さあ、この後 FM 宜野湾では、この後の時間は、はい、ユンタクニフェーデービル放送されますですので、こちらの方もですね、ぜひ皆さんお楽しみくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、
幽霊時間じゃない、幽霊幽霊時間でございます。はい、さあね、本当に今日もいい天気で晴れててね、最高でございますけども、夕方になるとね、またこれね、夕日がね落ちてきて、ね、夕方もいいですよね、海ってなんかこの、そう、また今一番また涼しいからね、まあ海に入れなくてもね、ここに来るだけで もう気持ちがいいからね、うん、最高でございます。はい、またね、皆さんぜひトロピカルビーチ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、ということで明日、のですね、サザンブリーズ木曜日は、いよいよ登場いたしますよ、新アシスタントのミヤちゃん来ますよ。新アシスタント、お待たせしました。お楽しみくださいませ、明日も。さあ、というわけでございまして、サザンブリーズ水曜日以上となります。本日のお相手は私、東勝明と、はい、水曜日アシスタントのひーちゃんでした。ひーちゃん、はい、お酒抜けた？抜けてないよ。抜けてないかい。もう一回入れないといけないね。この後飲む。飲もうかな、もうこの状態で。飲んでこい、飲んでこい。さよなら。はい、さよなら。ですね、本当ありがとう、ケンジ様も。よっしゃ、56分で終わり。ナイス。よし、皆さんありがとうございました。お疲れ様です。じゃあツイキャスを、エコさんも皆さんありがとうございますね。ありがとうございます。コメントいただきまして、めっちゃ風邪ひいてるわ。ゆうちゃんさんの読めなかった、リクエストかけれんかった。明日リクエストまたかけさせていただきます。すいません、うん、では疲れ様です。バイバイ。